どうしても必要なのだな。いいだろう。さあ行こう。心配は無用だ。今日は体調が悪くはない。一族の一人、諸葛
彼らの条件はこの通り。いいでしょう。方針はこれだ。待ってくだされ。すいませんが、話を聞いてくれますかね。私は災いのもとかな。人の話にケチつけるなんざ器が小さいな。お前の言うことには従えんな。これがお前の任務。何かお探